あ、やっと来た。春日。ようこそ、いらっしゃいました。ピンクマント。待ちくたびれてたところだよ。ま、逃げてくれてもよかったんだけどね。誰が逃げるかよ。春日、馬鹿げた真似はやめるんだ。はあ、誰がバカだって。神様になんてなれるわけないじゃない。妄想が壊れたと思ったら、今度は想像力まで欠如したのか。これがあなたの妄想なんですか。違う、これは現実だ。俺は神様になる。簡単な話だろ。神様の仕事を知ってるか。知る必要はねえよ。おいおい、窮地の中だろ。そんな冷たいこと言うなって。神様はな、願いを叶える存在だ。だから俺がみんなの願いを叶えてやるんだよ。そう、妄想は願いだ。みんなの妄想を叶える。悪い話じゃないだろ。だからって人の妄想を好き勝手に叶えるっていうのか。叶ったらみんな幸せじゃん。ほら、現代社会を見てみろよ。自己主張の乏しい人間ばかりだ。心の底で思っていても言い出すことができない。だから俺が全ての人間を平等に扱ってやるんだよ。確かにそうかもしれない。口に出すのが怖い、そういう人だっているよ。だけどね、それでいいんだよ。必ず寄り添ってくれる人がいるんだから。綺麗事言ってんじゃねえよ。神様に口答えすんな。妄想受け負い人カノン、これは世紀の大発明だと思わないか。まるで夢のような存在だ。夢？そう、俺の子供の頃からの夢だったんだよ。どういうことだ。妄想を妄想だと認識した時、俺の世界は変わった。失われた日常、引き裂かれた家族言葉通り世界が変わっちまったんだよ。気がつけば真っ暗な部屋の中、繰り返される人体実験。俺は科学者のモルモットさ。痛いよ、助けて、お願い、やめてよ、そんな声なんて誰も聞いちゃいなかった。妄想を研究する上で被験体は必要不可欠だった。なんら珍しい話じゃないだろう。子供ながらに思ったね、この世界に神様なんていないって。だから自分が神になるっていうのか。ああそうだよ、その通りだよ。俺が神様になれば世界は正しく回るんだ。だけど子供の俺にそんな力はなかった。神様になんて慣れっこなかったんだよ。神様になれなかった少年は次に新しい夢を見つけたんだ。だから少年は管理局に従うふりをした。そうすれば新しい夢を叶えられると思ってね。新しい夢？友達が欲しい、たったそれだけ。一人ぼっちらしい純粋な夢だろ。まさかそれが少年の願いを、みんなの願いを叶えてくれる、そんな夢のようなお友達、それがカノンだよ。そして少年は大人になり、やっと出会うことができた心の底から欲しいと願っていた友達に。やがて忘れていた夢を思い出したんだ。そうだ、俺は神様になるんだったって。感謝しているよ、お前らには。どういう意味だよ。カノンに出会えたのはお前らがいたからさ。なんで俺たちが。まだ気づかないのか、カノンがどうやってこの現実に生まれたのか。こうなってしまったのは全部あなたのせいなんですから。まさか。ありがとうございます、アサヒさん。どういうこと。アサヒ、君は一生懸命頑張ってくれた、だからカノンは生まれたんだ。なあ、教えてくれよ、なんで俺のせいなんだよ。俺一人の妄想じゃ足りなかったんだよ。カノンを生み出すまでに至らなかったんだ。だから
ずっと、ずっと待っていたんだ、カノンを生み出す機会を。だけど待てども待てどもその機会は訪れなかった。そんな時、一人の女の子が秋葉原にやってきた。え？そうだよ、お姫様、始まりをくれたのはお前だ。秋葉原中の妄想が加速した。そう、秋葉原が非現実に包まれたんだ。その影響範囲は大きかった。まさか世界が繰り返し始めるなんて思わなかったよ。だから俺は計画を実行に移した。今ならカノンと出会うことができると思ってさ。今日が繰り返している。その原因はカノンじゃないのか？妄想が妄想を生む、そして世界が繰り返すとでも思っていたのか？違うの？ああ、大きな勘違いさ。よく考えてみろよ。カノンの噂話が流れたのは繰り返された後だろ。噂話、そういうことか。おい、何一人勝手に納得してんだよ。さすがレイジ、勘が鋭いね。そうだよ、きっかけはただの噂話さ。俺はカノンになりきった。ピンク色のマントを羽織ってとあるメイドを誘拐した。わざと人目につくようにね。あの時萌えをさらったのは？そして誰かさんたちは熱心にピンクマントの男を調べ回った。秋葉原の住民に聞き込みをしてしまったんだよ。嘘、そんな。だからこそ生まれたピンクマントの都市伝説という妄想がね。ピンクマントの都市伝説自体が妄想だったということでしょうか？ああ、そうさ。繰り返す今日でも妄想は影響を受けない。都市伝説は消えない。この世界にはピンクマントの都市伝説が当たり前に存在した。だからですね、ピンクマントの噂を知ってる人が増えたのは。妄想だからこそその都市伝説をみんな当たり前に受け入れたのかよ。そして次にその都市伝説を脚色したんだ。そう、妄想受け負い人という肩書きをね。あの名刺もあんたの仕業だってこと？たくさんばらまいたよ。そしたらね、また誰かさんが聞き込みをしてくれたんだ。ピンクマントは妄想を受け負う存在であるって。だからただのピンクマントは妄想受け負い人になれた。その他にもさ、シルクハットとか金髪のボブとか杖をついているとか、様々な脚色をしてくれたよね。妄想受け負い人という力、そして今の姿形がお前らの成果さ。俺が秋葉にピンクマントの噂を広めた。だからカノンは生まれてしまったんだ。ご名答。だからね、お前らには感謝してるんだよ。カノンっていうのはこの秋葉原の住民みんなの妄想から生まれた存在だ。カノンの噂を聞き込めば聞き込むほどカノンの噂は広まり、信憑性が上がっていく。お前らが秋葉原の住民を利用した、だからこそ生まれてきた存在なんだよ。それじゃあ、あのお手紙も？手紙？ん？そんなこともしたっけ？まあいいか。だからさ、カノンが生まれた以上もうお前らは不必要なんだよ。だからみんなを妄想級に。だがカノンは生まれすぎた。友達はたった一人いればいいんだ。余計なカノンを始末するのは心苦しかったよ。おかげで唯一のカノンと出会うことができたけどな。俺の最高の親友だよ。親友ってそうじゃねえだろ。俺のおかげで出会えた？はあ？ふざけんじゃねえよ。お前が欲しかったのは友達なんかじゃねえよ。親友でもねえよ。ただ利用するための存在が欲しかっただけじゃねえかよ。そんなの親友って呼ばねえよ。アサヒ、友達かどうかは俺が決める。お前らは部外者なんだ。苦しかったんだよな。きっと辛かったんだよな。だけどさ、こんなの間違ってるよ。神様なんかになっちまったら友達なんかできねえよ。誰がお前に分かってもらいたいって思うんだよ。誰がお前のことを
分かってやれるんだよ。だから言ってるだろう。俺の親友は今ここにいるカノンだけだ。何を言っても無駄みたいね。私が始まりなら責任は重大かな。リュウもいっぱい噂流しちゃいましたしね。神に抗うなんてかっこいいじゃねえか。昔のヨシミだ。今楽にしてやるよ。思い通りになんてさせない。神に逆らうのか。だったらそろそろお開きにしようか。ここでお前らが消えればカノンが生まれた真実を知る人間は一人もいない。そして始まるんだ。俺の世界が生まれ変わるんだよ。その世界を俺たちは否定する。神に抗うなど無力な人間の決めることだ。俺の夢が。ありがとうございました。待ってくれ。私のことを親友と呼んでくれて。行くな。さようなら。そんな、もっと早く出会えてたらよかったのにな。どういうことっち？カノンは妄想師じゃないの？それじゃあここの妄想師はカノンじゃなかったってことだ。本物の登場ね。やめろ、待ってくれ。壊すな、おい！それはできない。お前、カズガ、お前は一人じゃなかったんだ。出会えてたんだよ、友達と。俺の友達はカノンだけだ。楽にしてやりたいんだろ、レイジ。そういうことかよ。友達じゃねえよ、こんなふざけたやつは。だけど友達だったことにしといてやるよ。ふざけんな。俺はお前の友達だ。だからさっさと楽にしてやるよ。これでいいんだな、アサヒ。ああ、その言葉を信じるよ。だからどうか忘れないでやってくれ。みんな、妄想を壊すぞ。やめてくれ。じゃあな、カズガ。敵は一対一、余裕しゃくしゃくし。楽に行こうって。
攻撃はダメッジ。ヒエンジン、あっち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 、ゲージ溜まってるし、イマジン砲が発動し、立つな、立つな、立つな、これでも、立つな、ラルク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 、なかなかやる、ビリコロン、ラルク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 、ラ行こう、アサヒ。目を覚ましたみたいです。悪夢は覚めたかよ。君はどうして俺はここに。哀れな結末ね。俺の知り合い。さあな。ああ。結城室長。室長？君は誰？どうして俺の名前を知ってるの？そんな。俺たちが壊した。そう、ありがとう。なんておかしな話ね。だけどありがとう。後のことは任せていいか。そのつもりよ。助かるよ。春日のことよろしく頼みます。待って、電気街口に新しい妄想が生まれたわ。入り口の出現も確認された。まだ終わってないの。うん、分かってる。美人の頼み事じゃ断れねえな。行こう、みんな。休憩ポイントっち。おいらは疲れた。